赤ちゃんから聞いた話なんだけどね。わあ、ママが料理なんて珍しい。はるかテレビ見ながら待ってるね。あの子ったら失礼バブリーね。ママだってお料理するときはするバブリーよ。我ながら美味しそうにできたバブリー。はるか、部屋の中を走らないで。はるか座ってずっとテレビ見てるよ。あら、ほんとだわ。じゃあ今のお仕事は何バブリー。まあいいわ、お茶でも準備しなさいよっと。はるか、ご飯を食べるバブリー。あら、今ママが作ったビーフシチューがないじゃない。はるか、もう食べちゃったの。だから私テレビの前からずっと動いてないってば。何かなくなったの。今誰かが走る音が聞こえて、お茶を取りに行って戻ったら作ったばかりのビーフシチューがなくなっているバブリー。でも今この家には私とママしかいないよ。誰かそこにいるバブリー。っていうことがあったみたいで。何それ怖い。それがはるかちゃんの家だけでなく、他の友達のところにも次々不気味なことや怪奇現象が起こってるんだって。何それ怖すぎるよ。はるかちゃんは隣町、次は私たちの町で何か起こるかもよ。もう帰ったらすぐビビっちゃうんだから。何かあったらすぐに連絡を取り合いましょう。私たちは大家族だから何かあっても怖くないよね。ケイに何か起こったら俺がすぐ駆けつけるから安心するだぜ。うん、わかった。何かあったらすぐあんたに連絡するから。おお、ただいま。こんな時に限って誰もいないなんて。手紙？ちょっとお買い物に行ってきます。おやつを食べて待っててね、ママ。やったー！おやつだおやつー！おやつってお皿しかないじゃんかー。お皿だけ置いておやつを入れ忘れるなんて、ママってばほんとおっちょこちょいなんだから。ん？今足音みたいなのが聞こえたような。そういえば、誰が食べたの？私じゃないよ。これも、もしかしてママが忘れたんじゃなくて、はるかちゃんちみたいに姿の見えない誰かが。怖いよ。ママが帰ってくるまで布団かぶって寝とこう。え、僕いつも布団きちんと直しとくのに、まさかママが僕の布団で昼寝を。いや、でもママが寝るには小さいか。うわー、髪の毛。なんでこんなに髪の毛がいっぱい。それにママの髪とも違う長さと色してる。うわー、あんな話を聞いたら怖いよね。でも私一は家族が多いから、何かあってもかからずよよね。ほんとほんと、大家族でよかった。あ、ママだ。お庭でなんかしてる。ママ、ただいま。ママずっとここで夕飯の支度してたわよ。ねえリカ。うん、おかえりみーちゃんまーちゃん。何、ママがお庭にいたってどういうこと。じゃあさっきのママじゃない女の人誰。ママと同じその格好をして帽子はかぶってたけど、後ろ姿はそっくりだったんだよ。みーちゃんまーちゃん、やっぱり誰もいないわよ。見間違いじゃないの。二人揃って見間違いなんてないよ。あ、見て、あそこに落ちてる帽子。私たちが見たママはあれをかぶってたんだよ。だからやっぱりここにいたのは間違いないよ。あ、確かに、みーちゃんまーちゃんがママを間違えることってないよね。じゃあ私にそっくりって誰なの。いやー、本当にみんな怖がりすぎなのよ。怪奇現象な
の天気予報が終わったら英会話が始まるわよ。今日の天気をお知らせします。九州北部の天気予報は晴れ時々曇りでしょう。降水確率は午前午後ともに 10% でしょう。傘は持たなくても大丈夫です。日中の最高気温は11度、最低気温は6度となる見込みです。前日より最高気温は1度低く、最低気温は4度低いでしょう。まやちゃん今テレビの向こうの窓の外見てた？え、なんでちゅか？天気予報見てたから窓の外は見てませんでした。私の見間違いかしら。なんかとてつもない大きなものが。いやそうよ、見間違い、きっと見間違いよ。早く英会話始まらないかしらね。少し前に買い物に出て行ったぜ。じゃあ玄関に置いてあった靴は誰の靴かだぜ。玄関？俺も初めて見たぜ。マミーとマーガレットが帰ってきたら聞いてみようぜ。とっても楽しいお買い物だったざます。ただいまざます。お帰りだぜ。お母様にとっても可愛いお洋服を買ってもらいましたですわ。おお、それはよかったぜ。ところで玄関の茶色い靴はマミーかマーガレットの靴だぜ。ずいぶん履き古した、見たことのない靴だったぜ。え、靴？何のことざますか？そんな靴、私たちが家を出る時も帰ってきた今もなかったですわ。そんなことないぜ。あれ？本当になくなってるぜ。確かにあったの、俺も見たのにおかしいぜ。リクくんちに知らない人の髪の毛が？ミキマキのママにそっくりな誰かが庭にいた？超でかい怖い目をした女の人？誰のかわからない靴があったのがなくなった？私たちみんな変なことが起こってるのに、ケイのとこには何も起こってないの？いけないから変なこと言うのはやめよう。なんでもない、なんでもない。じゃあ二人で先に食べてよっか。はい、ごちそうさまでした。食事中は何事もなかった。じゃあママが帰ってくるまで気分転換にテレビでも見てよっか。はい、でちゅ。笑うの？いたずら。
をしただぜ。幽霊が可愛いサリーに乗り移っているのかだぜ。ツイッターの世でさまよってきたけど、これから私はこの赤ちゃんとして生きる。そのためにこいつは邪魔なんだ。俺の大事なケイを傷つけたり、サリーに取り付くなんて、そんなことさせないぜ。おばあちゃん、カレンだぜ。おばあちゃん、やれやれ、なんでわしがこんなところに。なんだお前は。なんだお前はってか。そうです、わしは変なおばあちゃんです。いやいや、何を言わせんだ。おばあちゃん、早くあれをしてくれたぜ。わしはいたずらしかできん魔女じゃないぞ。なんだこの話。お前のような悪霊は退散じゃ。取り付きそうだったが、このおばあちゃんが危機一髪助けてくれたぜ。魔女のおばあちゃんが、いつもいたずらばっかりなのに、たまにはいいこともするんだね。そりゃわしだってたまにはな。ちゃーちゃん大丈夫？みーやん、どうしてみんな来てくれたの？私たちみんな怖いこと起こったけど、ケイちゃんだけまだだったから、次はやっぱりケイちゃんに何か起こるんじゃないかなって思って、心配して駆けつけてきたってわけ。みんな、やっぱり持つべきものは友達だね。まさかわしが幽霊を倒すことになるなんてみんなも思わんかったじゃろ。わしのことを見直してくれた子は共感を押してくれ。サリーが幽霊取り憑かれて私を襲うというリクエスト、ありがとうございました。チャンネル登録もお願いします。ここでみんなに質問。みんなは金縛りにあったことってありますか？コメント欄で教えてくださいね。可愛い話が好きな子はこの上の動画も下の動画も見ていってね。バイバイ。